ディープ&ディープジュエルズニコニコ生ライブ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もディープ事務所から生放送でお送りしております。司会は総合格闘技ディープ代表の佐伯さんです。よろしくお願いします。司会佐伯さんなんですね。まあ、司会っていうか、はい、まあまあ進行、はい、アシスタントは、城田ありさです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日のゲストは第8代ディープライト級王者北岡悟選手です。よろしくお願いします。北、うん、前回北田だからね、はい、あ、北田よりクオリティは上にしたいですよね。そこ最低ラインのハードルっすね。もう余裕で飛べますけどね、そのハードルは。北田にいじられて、いじらせなかったら何も言わなかったです。あれは何、いつもの、ね、エテキチとか言われるけど、はい、やっぱり何、ちょっと性格が変わってんの。性格はそうですね、変わってませんか。てか、まあ、まあ、独特っていうか、まあ、頭がよろしくないけど、なんかちょっとカッコつけてるみたいな感じのキャラクターですね。でも顔はいいかもしれないじゃん。そうですね、うん、まあ、なんかそれをこうなんか代わりに自分で自信があるんですよ、ね。はい、体とかな、ま、そうです、結構変態ですよね。はい、結構ジゴロだって聞きますよ、彼。ジゴロ、はい、まあ俺前エテキチジゴロって、はい、俺も前のやつは知ってるね、一人な。はい、何人な、結構なんか、はい、また気にするような方かな。はい、ね、まあそんな感じで、はい、まあね、まずはパンクラスで、ああ、はい、どうも。優勝だね、優勝。そうですね、何年越し、2年半ぐらいか、うん、みんなトーナメント決勝だったかと忘れ始めてるけど、ね、ああ、はい、そうなんです。だからちょっと、うん、賞金あるんだろ。賞金ありますね、まあ、5000ドル。ああ、5000ドルか。はい、まあ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 、よくありがちなプライドの言うにも、賞金よりファイトマネーが高いですな、実際に。ああ、そうなん、ちょっと今問題があるんで、ちょっとやめときましょう、それは。はい。なんかプライドなんか完全そうだと思う。なんか、その、だからブライドなんか一時期さ、あれも分かんないけどさ、はい、賞金5000万ってさ、ファイトまで5000万超えたらいっぱいと思うんですよ。すごいバブルの時代だからね。いい時代ですね。いい時代。切なくなっちゃいますよ、みんな。切なくなっちゃいな。はい、体調心配してくれてる。はい、体調大丈夫ですかって来てますね。ぼちぼちです。はい、ちょっとゆっくりさせてください。本日の北岡選手、優しいお顔って来てます。ああ、ちょっとまあ、ちょっと試合も終わったので、うん、ちょっと毒気が抜けてる感じですよね。まあ、はい、たまに僕するな。まあ、いつでもこうちゃんとキュッて上げれる力はありますからね。はい、刀がちゃんとこう抜く準備ができてますからね。なあ、そうそう、はい、大晦日もな、はい、大晦日もな、あの控室カメラマン入ったらもう出てきてた。あ、はいはい、追っ払ってましたね。いやいや、それも仕事だから。あ、分かってる。はい、それを撮ってもいいのがいいんだよ、本当は。はい、分かってるんですけど、うん、はい、うん、まあまあ、まずはこの間のパンクラスの試合、まあ、どうだった、はい、どうだったっていうか、まあ、感想とか。感想、そうですね、うん、こう、まあ、試合そのものもそうなんですけど、そこまでに、うん、そこに至るまで、まあ、結構、まあ、うん、はい、いろいろありまして、うん、まあ、でもあんまり苦労自慢とかもしたくないので、うん、あんまりこう言いたくないかなみたいな。もうなんか、あれだよね、まあ、なんていうの、よく言う、人のいろんな考え方が格闘技ってあるじゃないですか。はい、そうですね、はい。で、その見せ方だったり、例えば試合が面白くない、面白いっていうし、うん、まあ、あと発言ができるかプロかじゃないかっていうのもあるじゃん。はい、ありますね。はい、それがなんかここに来てもう確立されたよな。あ、僕ですか。完全に、そうですね。もうそのか、なんですか、ガッチ押さえ込んで、もうなんかこう話して締めるみたいな、そんな感じですよね。もう、はい、だからこの間の横田と同じだよね。横田の伊佐さん、最後のあいつを貫いたと、そうですね、あいつの試合、はい、っていう話じゃ結局。そうですね。もう、あの、もう本当、あの東の横田、西の北岡みたいな、そんな感じになってますよね。まあ、でも結局、はい、最終的には、まあ、大晦日もね、はい、終わってみたら、ほとんどあなたのキーじゃん、最終的には、はい。やっぱり今回も確かにそうだと思うんですよね、そうですね、はい。だから結局は、何を捉えるかっていうマスコミを見たときに、そういう捉え方になるわけ、実際ね。そうなんです、うん、ありがたいことに、うん、あのわざわざ控え室にあの、うん、テレビ東京のプロデューサーの方が、訪ねてきてくださって。ありがとうございましたと向こうに言われましたからね。意味が分からないというか、はい、まあ確かにちょっと前までね、あのもちろん内容だったりとかそういうことも言うんですけど、まあある意味さ、あのまあ俺はあなたに近いからね、またいろんな、いつもまたいろんなやり取りしながらな、文句言いながらいつも喧嘩しながらやってるからさ、そうですね、はいはい、な、まあある意味知らない人から見たら
それが何ていうのエンターテインメントっていう中で言った時に、はい、まああの入場でこれこいつ何者なんだっていう話のやつもいいじゃん実際に。あ、まあ見方によってはですね、見方によってそれで金取れるわけじゃん、はい、今まで、はい、あのちょっとワーンって言ったらこれ何なんだっていう、はい、そういう意味だ実際、はいはい、なそういう考え方もする人もいるじゃん実際、はい、で試合でやっぱり圧倒して、はい、ああいうふうになってこれがね、格闘技だという中で言うと、はい、それをもう認知され始めちゃったから完全にそうですね、はい、結局はそれがマスコミ的にも最終的にはやることをやったっていうふうになってきたから、うん、まあ青木にはツイッターでこう竹内いずるだとか言って言われましたよね、うん、懐かしい名前ですけど、だんだん忘れますよね、いずるね、はい、だからちょっと新竹内いずるをこうちょっと名乗り始めようかなとちょっと、うん、これ今週会うけどねちょっとあ竹内いずるさんにですか、多分、あ、なんかそちらの選手かなんか、いや違う違う違う、大阪でちょっと、ああ、そうそうそう、道場されてるんですよね、ネオブラッドみたいな、はい、そうそうそう、結構ネオブラッドという選手に出したりとかしますよね。知ってる知ってる、今少ないよ多分絶対、はい、知ってる少ないって、いやーすごいいい選手でしたよね今考えるとね、うん、まあそれはそうだ、まあ俺はあの貫いてる選手でしたよ ね中西の試合しか持てないよね、ああ逆負けた試合ですよね、そうそう、代表と北岡選手って仲がいい感じですよねって、いや仲がいいっていうか。なんだろうな、もう仲がいいんじゃなくて腐れ縁だと思うよね、腐れ縁、腐れ縁っていうか、うん、まあ、そうですね、こう、まあ、まあ逆に言うと不思議な関係ですよね、だから、うん、俺もダメな時は本当に怒るしな、そうですね、まあ、怒るというか、まあ、ちょっとまあ僕が老いたしたりしたこととか、うん、いくつかありまして、うん、やっぱあれは実際幾度もありまして、まあ、だからもちろん、まあ、言い方だけど、まあ、多分俺にだからしか言わないこともあるしね、実際には。そうですね。はい、あの、サケさんだって言わないこともあるし、実際。そうですね。ね、はい。本、う、当、ん。だから、それが近い分もあるし、なんていうの、もうここはダメだっていう時は、やっぱり言うし、俺の意見も言うし。まあ、逆も言われますけどね、うんうん。逆に僕もちゃんと物は物をさせていただいているので。うんうんうん、だから、そういう意味では、はい、まあ、まあ、気がつけば、こういうふうだったなっていう話でね、気がつけば。そうですね。いいのか悪いのか。分からんかな。いいのか悪いのかなんですね。まあ、ただ距離の話ですからね。うん、まあただやっぱり、ね、そこにまた青木がいて、うんうん、あのそういうなんか微妙な関係の中で、はい、うん、なってるし、まあ青木にしてもそうだけど、まあそうは言ってもいろんなことがあるにしても、その今の日本の中で。やっぱり試合して、なんていうのかな、あの自分の地位を、ね、あの作ってるのは、ね、すごいことだと思うしね、実際、うん、ね、それは今、日本国内で試合する選手の中でもファイトマネーも本当にトップに近いしね、国内ね、まあまあ、そういう意味は、うん、自分のそういうことだと思うよ。うん、2人にしか分からない世界がありますよね。まあ、いろいろあるからね、実際、いいことも悪いこともあるよ、実際には。うん、そう、まあ、最近はその DJ のマネージャー的なものをやってるからさ、僕がですね、そうそうそう、はい、うん、あのまあ練習を DJ に先生に見てもらってて、はい、あのそのお礼じゃないんですけど、まあ、こう やってやられての関係で、それは何、あの声優マニアっていうか何だっけ、ああ田村ゆかりですよね、うん、はい、そう、いやまあ別に彼が好きで、まあそれで付き合ってる、まあ、ちょっとまあその付き合ってるとか付き合えるので一応、まあ、付き合った、うん、俺それ分かんないけど DJ 大輝はその田村なんとかっていうのが好きなんですよ、田村ゆかりですね、アニメが好きなわけじゃないんだ、はい、そうなんですよ、僕はアニメが好きなんですよ、はい、でまあちょっとつながってるからっていうことですね、そういうことですよね、はい、で、まあ、DJ 別にアニメ別に好きじゃないんだ、そこまで僕ほどは好きじゃないですね、はい、でも僕は知らないアニメとかもいっぱい知ってますけど、はい、でも僕はちょっとこう古いアニメとかが好きだったりするので、はい、そうだよ、であとそういうアイドルが好きなんでしょ、DJ は DJ アイドル、いやだからその田村ゆかりが好きなだけですよね、今知ってる田村ゆかり、あ、もちろん知ってます、田村清志ないよ田村清志、田村清志知らないでしょ、田村清志は知らないでしょ、知らないでしょ、そういう選手いるのよ、有名な、こういうアイドル、そうあ、そういうことね、 DJ はまあまあまあ今日時間あるから、まあ何の話してもいい、どこまで喋ってても分からないけどね、どんな人だ DJ は、 DJ はすごいいいやつですね、すごいこう本当誤解される
ってるやつ。誤解はしてるわけじゃないじゃん。いや誤解されるまあでも誤解されてしょうがないことはやってますけどね彼は。だからまあストレートなことを自分でやっぱり言っちゃって、そう正論です、正論言っちゃうんですよ、うん、だからそれがまあなんていうの、でもさ一時期被害妄想もあるじゃん。被害妄想もありますね。ジャッキに関して誰が言ってんじゃねえかと、まあ、誰がいじるんだったら、はい、私と俺がお前 DJ 寄りになっちゃってるんだから逆ジャッジや。まあ、そこら辺はありますけど、まあ、こうなんていうか正論を言ったりこうなんかそういう一生懸命だったりの様子はなんかちょっと青木とやっぱ似てるものを僕は感じますね。でも強いよな。そう本当に強いです、まあ、気合が入ってるんですよね。基本的にはまあたまに僕はやるけど基本的に安定感のある強さを持ってるね、はい、そのやっぱなんかちょっと青木と似てるんですよね僕から、はい、青木と似たものは感じますね。青木は最近会ってるの？青木とは練習もう試合前はもう週2は会ってました。月曜と金曜はロータス来るので、そしてカルテも来るので、はい、稽古つけてもらってますよ、はい、関係はいいの？関係はいいというか、まあお前ら似た者同士もあるしな、実際に。いや思ってるより似てはいないですけどね。ただなんかこうやっぱり話が合うというか、合う部分があるんですよね、すごい。格闘技の味方で重なってるところ、全部が一緒じゃないんですけど、重なってるところがあるので、お前からすると普通 DJ も同じなんですけど、はい、ちょっと行き過ぎだろうっていう部分もあるわけで、実際にはそのでもまあ逆に僕が行き過ぎてる部分もあるんで、まあお互い様なのかな、みたいな。ね、青木真也選手、はい、そんなに似てるんですか？似てるというか、まあちょっと変わってる、変わったもの同士、まあ、変わったものという、まあ、でも本当に青木に関してはもうこのなんていうの、この 7,8 年ずっと同じことをみんなが批判だったりとかもあるし、なんかいろんなこと言ってきて、まあ本当に毎年大晦日終わってあいつが全部持ってくる話。そうですね、結局、はい、うん、結局覚えてるのって青木のことしか覚えてないです、みんな。まああとはどんだけあいつが格闘技に対してね、すごく真面目にね、何でしょう、取り組んでるかっていうのは分かってるしね、やっぱし、まあコツコツやってるんですよ、うん、でも性格がまた強さなんだろうな。そうですね、まあ、トータルで力がありますよ。ね、思い出してくれたけど、まあ、2人試合したこともあるし、はい、そうですね、はい、だからそれは最近さ、俺よくあるんだけど、誰と誰が練習してるか分かんないんだよね、はい、全然こんな時電話かかってくる、どういうことなんですかね。ちょっとごめん、今収録中で終わったら返してきましょうか。はい、コメント返してみましょう。コメント返っていきましょうか。収録中、すいません、収録中。圧勝でしたが、はいはい、ダメージとか残ってますか？はい、ダメージはないんですけど、はい、ちょっと疲れが溜まってるので、ちょっと体調があんまり芳しくはないんです。はい。やっぱり試合後ってぐっと疲れが出ますか？ちょっと試合前はこう興奮してるし、集中してるんですけど、ちょっと緊張が抜けて、ちょっと素になってしまうというか、そういうのはありますね。そうなんですね、はい、でもすごいツイッターも電話かかりすぎですね、はい、ツイッターもお返事されてたりとかして、あ、そうですね、はい、来てくださった方も、ね、そうあるんで、はい、今収録中なんで11時に優しいですね。そう、誤解、僕も誤解されやすいんですけど僕も結構優しい、はい、優しいんですよ。私も勝手に怖いイメージだったんで。あ、そうですか、はい、大晦日のポスター作らせていただいたんですけど、はい、その目力がすごいじゃないですか、うん、ありがとうございます。ちょっとこうそういうの売りなんで、はい、そう、それで勝手に怖い印象を持ったんですけど、ちょっと頑張る感じですよね、はい、電源オフってきてますね、うん、俺ね俺会見直前じゃんかな、大晦日の件も、大晦日、大晦日で思い出したんですけど、 DVD っていつ販売されるんですか？うん、その話ちょっとやめてくれ、後で。あ、そうなんですね、すごく今、旬な話題なんで、ちょっと、そのみんな楽しみに待ってると思うんで、いや、そうなんですね、レンタルとかもされるとか、すいません、それ後にしよう。あ、そうなんですね、その後にしよう。じゃあ、せっかくこうやってニコ生で宣伝してるんですけど、うん、5月大会とかニコ生でやるんですか？いや、結局ニコ生をやるにしても、はい、侍の権利の問題が出てくるから、簡単な話じゃないのよ、実際それって。じゃあ、侍もリレーで放送してるじゃん。侍が一番、侍、うちは侍にやっぱり権利を売ってやってるじゃん。で、ニコ生はペーパービューでやるわけじゃん。だからまず一番最初は侍じゃなきゃいけないんだよ。そういう細かい問題があるんですよ。で、年末に関しては、ちょっと侍が、もともと生、
でやるって話をして、それができないってことで、なるほど、だから肉生で制作は侍ってなるんです、そういう特殊なやつだから、だから例えばうちが侍がなくて放送がないんだったら肉生やってると思うんですよ。侍さんが今度へそ曲げちゃうじゃん、生でやられちゃう。でも生じゃないですよね。でも生でやられちゃったら自分のとこ見られる意味がなくなっちゃうから、なんで権利変えないっていう話になっちゃう、そういう問題があるね。だから問題はじゃあサルバイやめて2個生で全部やる。じゃあ試しに、大阪大会とかやっちゃえばいいんじゃないですか。まあ簡単に言うとシステムが結構大変なの、生って。でだから一時期、ワンカメのやつやったでしょ。あれが限界だよね、実際。 あれでもいいからやっちゃえばいいんじゃないですか。まあそれは可能性あるね、実際は、やっちゃった方がいいと思います、だからそれがみんな待ち望んでる人いっぱいいると思う。だからそういう風にするのと、あとは、まあ今後の話だけど、今サムネも放送しない大会を、まあ、ホームページの YouTube で流しておこうかな、バシバシ無料で、それをやっていこうかなって。逆に言ったらそれができるんで、ジュエルズとかも放送してないから、YouTube 放送とかでもいいと思いますよね。そうしようかなと思ってる、だから今後そのね、2号もそうだし、まあ言い方でファイトパスも含めても何にしても、今はまあ全部いろんな話をしてる段階だから、なかなか勝手にできないっていう問題があって、実際ね、やっぱり侍さんずっと十何年間お世話になってるし、なるほどなるほど、そう楽な話じゃないから、実際そこがクリアなのね。逆に侍さんがもうディープさん放送しませんって言うなれば全然話は変わるし、まあおかげさんでうちはやってもらってるから、実際そうですね、もうね、シュートもパンカスもやってもらってない状態ですもんね。そうだからそういう意味では、そういうのがあるから、なかなかね簡単じゃないんだ、実際は。だから逆に言ったら、今そういう分では放送できない地方とかを、まあ、なるべく、ね、YouTube とかで、なんていうの、お医者なんかただで流せるようにしていこうかな。だから実際ジュエルズもこれでも1回戦来週ぐらいに全部1回見えるようにしようかなと。あ、なるほど、見えてない試合も多いんで、逆に見えてない試合だから価値があると思うし、実際に。なるほどなるほど、そうそうそう、まあ生放送、間違えました、横たわってる北岡選手に対して、アキラ選手が立っている場面があったと思いますが、どうですか、怖かったですかっていうのが来ますね。横たわってる北岡選手、どんなラウンドだろう。まあそんな、まあ、試合はまあ大変なんで、怖いという感覚じゃないんですけど、はい、まあ、大変なんで一生懸命やってますよ、はい。やっぱり知る場所がないと広まりませんもんねっていうのもありますね。YouTube はバシバシ使っていった方がいいと思いますね。まあ、実際、まあちょっと映像がすごくいっぱいあるんで、大晦日でも裏の映像あるじゃん。あれもいっぱいあるんですよ。だからそれもちょっと小出しで全部やってもらうと。そうですね、DVD に入れるやつとかを。いや、DVD 実際入れなかったの。入れなかったんですか、結局。いや、なんでかったら、ノーカットでしょ、全試合。そうすると時間が足りなくて、実際。だから、逆に控え室のとかは、なるほど、多分どうだろう、その僕が飛んじゃねえよってやったやつはバンバン入れてくれちゃう。多分あれ多分結局撮ったんですか。ほぼ撮ってなくて、最後だけ最後だけ一言だけなんか、はい。でも小野さん、ダメじゃないですか、小野さん。いや裏だって多分見たかった。裏8時間ぐらいあるでしょ、6時間ぐらい。で、どうなんですか。8時間も撮ったんだよ、裏も。だからすごいあるから、僕があんなに断ったんで、ちゃんとそんなに尺があるわけですね。他で撮ったっていうやつ、実際。だから、裏も流してくれればなと思ってるから、それをやっていかなきゃいけないんだけど、日々いろんなことをやってるんで、まあ、せっかく YouTube のやつをもう一回真剣にやればいいんだから、まあ、全部映像を出していこうかなっていう感じになってる。まあ、せっかく裏とか見たい人もいると思うし。すごい気になりますね。どう、まずどう、大晦日、久しぶりの埼玉。埼玉、2年ぶりでしたよね。そうですね、まあ、別に普通でしたね、意外と。待ち時間が半端じゃなかったの。そう、それも結構いろいろ、まあ、僕は遅くなるとは思ってたんですけど、まあ、時間はさすがにあそこまで遅くなるとは思ってなかった。1時間ちょっと違ったな、です計算上。いや、1時間、2時間ぐらい違いましたよね。まあ、計算上でいうと、俺1時間半ぐらいかな。で、僕はちょっと動いてたのを、なんかその DJ がチームでいたんですけど、動くんじゃねえよって思ってたらしくて、終わった後に、動くのがダメだとか言って説教されましたね。でもあれさ、逆にさ、リングチェックできずに1時間を
なんていうの、別でやってた方が良かったのかな。うん、そうだと思いますね。だから例えばあなたの入り時間は何時、そうですね、後ろに下げる、何時だからこの時間だったら5時に来てください、はい、リングチェックしなければで、はい、まあただ問題は誘導ができないからじゃん、勝手な時間があると、はい、だから5時には誰かいるけどそれ超えたらちょっと探してくださいするとか、はい、実際、はい、そういうのもリングチェックなしでありだよね、実際。てかまあ海外とか、まあ、海外比べてもしょうがないですけど、うん、海外とかリングチェックとかないですかね。ないね、はい、うん、その辺も出てくるね。まあ愛ちゃんもずっとリングサイドで、はい、あ、そうなんですね、ご苦労様でした。俺も途中で長すぎてわけわからなくなっちゃったから、ね、うん、まあお腹とか減らないですか、そういうの。いや、なんかでも全然減らなかったです。あ、大丈夫ですか、本当ですか。まあ裏ではね、弁当が足りないとかそういう時期もあるなんで3食も用意してね、一食とか、まあ、マスコミが弁当持ってったとか一食だから一食だから足りなくなって、なんでかって言ったら誰かマスコミがみんな食ってたっていう、うん、まあまあいろんなお味噌があって、気がついたら俺もてっぺん超えたもんですよ、なんか、うん、明けましておめでとうしてましたね、うん、まあ、そういうのもあったんです。まあ、とりあえず買ったからいいんじゃないですか、うん、はい。あれから俺も3ヶ月しか経ってないのに全くもう記憶にないことになるから。そうですね、僕ももうあの次の試合やっちゃったんで、うん、もう結構忘却の彼方にこう、うん、過ぎ去ってきますよね、うん、そんなもんですね、はい、うん、もうどん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 もうどん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 すり替わっていっちゃうんで、はい、まあでもこれからまあまあちょっとね、終始どうでしたっていう、終始の話はしないでよ、終始の話ですかね、プレゼンター、プレゼンターさっき言ったね、はい、うん、そうそうそう、終始終始、まあ今後、まあ今ね、あのパンクラスとうちと両方今出ながらだけど、まあすんごい数のなんていうのかな、あのそれに向かって順番戦いたいっていう、てか戦うっていうかね、あのそのベルトだって、あ、僕に対してですよね、そういうすごい数がいると思うんだよね、実際両方すごい数っていうか、まあそうですねそれはまあ現状で言うと今すぐに誰かっていうのが浮かばない状況に今なっちゃってる、実際。そうですね、まあ、まあまあ無理やり作ればできる話だけど、無理やり作るというか、まあ別にでも僕的にはこいつとこいつだろうっていうのは思ってますけどね、うん、でそれでそいつとそいつやって潰し合って勝った方が俺とやればいいじゃんと思いますけどね。まあそうだね、ですね、はい、うんうんうん、まあ現状そういうふうに、はい、絶対こんなこと言ってるけど浮かんでますからね、ちゃんと佐伯さんだってね、え、いやこいつとこいつでやらせてやると勝った方でいいでしょって思ってるからね、まあ、ただやっぱり状況もあるからね、実際の状況だったりとかね、あのまあまあそれはまあ今後の話はな、この後の話、そうですね、はい、まあ、イメージはいるし、イメージはできてるし、まあ多分お互いどうなのかなと思うところもあると思うしね、実際には、うんうん、だからそういうのも出てくると思うし、うん、まあ別に普通にあの佐伯さんのがお金出して佐伯さんが負担するものなので佐伯さんが決めればいいとは思うんですけど、まあ仕事もあるから、ね、はい、うんうん、まあ、あのてかまあ普通にお客さんが来てくれるカードを組みたいだろうから、まあそうだね、本当あとはまあちゃんと序列もあるから、そこそ、ね、格闘技の格もちゃんと大事にするっていうところですよね。いきなりこいつを行かせるとこいつがあるから、はい、からそこの方もあるし、はい、うん、そうなんだね、うん、うん、はい、悩みですね、うん、北岡選手のプロ意識はいつ頃培われたものってきてますけど、うーん、そんなでも、まあ、でもやっぱまあやっぱ鈴木さん、鈴木みのるさんがやっぱり大きいと思います。あとはパンクラス見てたんで、ファンクラスの諸先輩方の影響はすごい大きいですね、はい、あと DJ 選手と仲良くなったきっかけは何ですか。仲良くなったきっかけは、まあ、練習場所で僕から結構話しかけたりとかして、彼がなんか食事とかに誘ってくれたりとか、あと練習彼がやってるラントレ会みたいなのにちょっとスポット参加して会話してるうちにだんだん仲良くなって、で最後あの僕があのディープの僕と彼が一緒の日にディープのチャンピオンになったんですよ。その時控え室も一緒で、またその時もいっぱい喋ったりとか、その前後も喋ったりとかして、それがやっぱすごい大きくて、あのすごいちょっと、まあ、あんまり言えないぐらいちょっとあのこうちょっとウェットな話があって、それでちょっと仲良くなった感じですね、うん。佐々木さん、どの選手とどの選手が仲いいとかって気になるんですか。え、何が気になるんじゃなくて、はい、試合組むときにこれとこれが仲いいまで分かんないから、実際に練習してるとかっていうので結構できない選手も多い、
から確認だよね、うん、まあまあ、まあ、北川はちょっとその感覚は分かんないかもしれないけど、実際に、まあ、別にいいと思うんですけど、うんうん、そのまあ、プロじゃねえなと思うだけですよね。まあまあ、結局究極で言ったらお前と青木がやってるのに、じゃあ他にできないものってあるのかって話になっちゃう。そうですね、話になっちゃうよね、はい、本当そう思いますよね。すごく難しくて、はい、あの同じチームの名前がついたら同じ試合は組めない、はい、じゃあ実際だけどチーム違うのでどこで一緒に練習してるか分からないから、うん、そこはこれで組もうと思ったらええー、っていう答えが入ってたり、ね、実は仲良かった、うん、そう、うん、だからそこが結構まあネックになるっていうか、うん、組みにくいなっていうところはできますよね。うん、試合後に五味選手と握手した際に何を話してたんですか。そう、アキラ選手との試合の後に、はい、あの五味選手がセコンドついてたんで、はい、いやなんかこう強いねみたいな感じ、強いみたいな感じで手を挙げてきたんで、まあ、あのおかげさまでありがとうございますって言っておかげさまでっていうのは、まあ、要は勝たせてもらってこう、まあ、名前挙げさせてもらったんで、あの感謝、あなたにも感謝してますよっていう意味で、あのおかげさまですって言って言ってきました。あでもな、そうな、あの試合も覚えてるな、俺見に行ってたよ、両軍。両軍じゃないですよ、埼玉、はい、負けると思ったらしいですよね。いや、あれ青木いなかったけどな、青木どっか海外行ってて帰ってくるじゃん、韓国なんか。違うっすよ、あれは違う大会か。違うっすよ、あれ、あの時青木は普通に 見てないです、あの会場には来てなかった、ね、いやいや、だから俺はその韓国かなんか行ってて青木が帰ってくる日で、1月4日ですよ、だって。まあいいや、まあいいや、1月4日とか、はい、あトーナメントの時か、これは。そう、それはアメリカ行ってた時ですね。そうそう、コースに見に行ってた時です。ートーナメントの時ですね。はい、そう、佐伯さんが青木に電話してて、裏で話したのは、それ戦後の DVD にも入ってますね。本当、はい、その様子入ってますよ。青木のおかげですよって俺が言ってるシーンが、おかげさまですよって言ってるシーンがありますね。懐かしいですね。懐かしいですね。もう6年以上前の話ですからね。はい、そうですね、はい、まあいろいろあったな。いろいろありますよ、ほんと長いっす、ほんとに。懐かしいですね。まあでもいろいろあったけど、またいろいろあるかもしれないしな、これから。そう、まだまだね、長くやってると本当に、いろいろあると思うよ、実際。僕もだってもうパンクラス戻ってこんだけ試合していくことになるとは思いませんでしたからね。でちょうどこの間の興行、その伊藤さんとか近藤さんも一緒に出てて、伊藤さんと近藤さんに本当また同じ大会出れて嬉しいですって話しましたね、うん、あれ、お前、伊藤ちゃんって何、いくつまで落とすの体重。いや、まだ別に、あれだからそれ別に本当、降って湧いた須鍋君が飛ばした話でらしくて、あ、そうなんだ。あのフロントも伊藤さんも知らないらしいですよ、買ったらしいですよ。伊藤ちゃん、だってあれ、そこの体重まで落ちるわけないでしょ、こう。そうです、だからやるのは無差別ですよね。そうだよね、実際、はい、まあ、別に大キャリじゃなくてもいいんじゃないですか、だから。キャッチレスでも別にいいんじゃないですか。まあ、まあ、まあ、でもあの二人だったら別にテーマはまた違うしな、なんか。まあ、別に何だってやればいいんじゃないですか、あのお互いがやりたいんだったら。はい。で、それ、これ気になるんです。夏のビッグイベントはロード FC と合同でしょうか、うん、ロード FC がやるんですよね、日本で。本当にやるの俺、答えれないよ、今、それは。あ、答えれないよ、うん。それはまた後で、実際に。はい、また後で、あの、うん、2人で飯食うときに出てくる話ですね。答えれないことも知ってる。で、俺、まあ、じゃあ、プライベートの話、ちょっとね。縁もプライベート行っちゃうんですか。何を拾うかって。何を拾うか、拾いにくい話ばっかだから、お前。全校選手は引退しなかったんですね、って。そうだね。うん、あと、まあ、代表熱くないんですかとかですかね。代表、他団体の中では、パンクラスとは仲がいいんですか。ノーコメントで、シュートと比べたら比較的仲いいような気がしますよね。お前がなんて、いや、そんなことないって、実際に、うん、なんだかんだって、ちゃんと喋るよ。なんと、なんていうんですか、喧嘩できる仲の良さみたいなありますよね。結局、そう話すると、ヤッサンに対して言うと、ヤッサンのやる行動全部分かるし、ヤッサンの考えたこと分かるし、全て、まあ、あの坂本、今、あれ、ジョブ、分かん、統括本部長とかじゃないか、のことが全部分かってる話だし、腐れ縁だし、ずっと実際、まあね、僕からすると、うん、あの坂本さん、あの安さんと佐伯さんは似たところがやっぱりあるんですよ、うん、ああそれで僕はだから両方のことが、いやでも俺はあのその会社は、はい、
安さんって本当にまあこれ番組で人ほぼ知らないんだけど、はい、本当に癖がある人じゃん、はい、本当になんだこいつってなる、そうですね、はい、何なんだお前ってなるやつも多いじゃん、はい、でもそれが慣れてくると、それが慣れてくると、あーっていう感じになるし、ね、うん、誤解、あの人も誤解されるし、今日のテーマですよ。でもそうだ、青木にしても僕にしても DJ にしても坂本康にしてもみんな誤解される人なんですよ。でも安さんはやっぱり会社としてあのポジションの中であの役ができてるっていい話だよ。はいはい、分かる、はい、やっぱり厳しいことも言う人間が一人いて、はい、なんていうの、緩んだことも言える人がいてっていうのは、うん、ポジションとしてはまあ言い方だけど、そのポジションをちゃんとなんていうの、分かってるのか地なのか分かんないけど、うん、それができてるのとはやっぱりすごいことなんですよ、うんうん、最初はねやっぱりみんな知らない人はもういいですよって言われたら、なんだこいつと思うけど、別に何も考えずいいですって言ってるからね、実際、うん、本当に確かに、うん、そういう意味ではまあ物が違うな、ちょっとね。そうですね、うん、まあでも、まあ、でも僕からするとなんていうんですかね、格闘技のこと好きな、こんな、うん、矢崎さんにしても坂本康さんにしても、すごい格闘技のこと好きな人たちだなっていうふうにも一応まとめておきましょう、うん、次行こう、次行こう、今年も大晦日埼玉でやりますか。これあれ、坂木原さんも復活するんですか。はい、ノーコメントします。その後に返そうします。はい、はい、はい、ディープスタンプは作らないのですか。スタンプ、ああ、青木のスタンプあれ、あ、ディープスタンプ作りましょうよ。あれ、何、俺もう詳しいこと分かんない。LINE って分かりますよね。LINE のスタンプってあるじゃないですか。誰かがイラスト描いて作ったの。そう。だから作れますよね、簡単にね。あと写真とか取り込んでも作れますよね。あ、そうなんですか。写真絵みたいなあるじゃないですか、今。はい、あ、写真似顔絵みたいな。そういうの。あれは何、青木のやつを買うと誰かから取られるの。作った人は。そう、作って、だから青木にもいくつの金が入るようになってる。ですよ、マージンが、うん、で、その、じゃあ、なんか聞いたな、青木に確かその購入して、青木のやつを俺が買ったら、それが課金されるんだ、多分。そうですね、はい、だから絶対買わない、俺も買いませんし、佐々木さんも買っちゃダメですよ、青木に行くだけですから。いや、違う問題は、いや、そういう問題で、はい、あの青木のスタンプを俺が誰の時に使えるかっていうのは、それは意外とまあ、なんか使いどころ楽しかったりするんですよ、はい、あの、状況によっては、はって言われるとですね、あのスタンプ使われるとイラってするんですよね。はい、でもまあそういう意味でさすがなのかもしれない。なんかでも青木が送ってきてたよ。なんか、あ、本当ですか。押し出すかしないけど買ってるやつが分からない。どう処理していいか分からない。答えなかったからさ、あれも。で、北岡選手は誤解させて喜んでる感じで素晴らしいって言います。ああ、ありがとうございます。喜んでるんですか。喜んでっていうか、まあそういうのは仕事だと思うんですよね。いろんな解釈してもらうっていうことが僕の仕事かなと思うので、もう好きに。解釈してもらえればいいかなと思うんですよね、はい、代表のキャラクタースタンプだったらどうしますか。うん、いいと思いますけどね、それね、なんかこう佐々木さんがいろんな、なんかや、ポーズ撮ってるやつで、かわいいですよね。かわいいかもしれない。一部に。うん、また書いてあるよ。はい、選手紹介映像は刮目してますかって。刮目って何ですか。刮目、いやもう、あの吉田良二さんって同じ人が作ってるんで、もう刮目って言葉がしょっちゅうだ、多分一工業に一つは出るって。刮目って言ってもいいですか。しっかりこう見ろ、あ、しっかり見ろ、見るみたいな感じですよね、はい、へー、はい、いや、この問題、ね、吉田に言ったのよ。お前なんかそういうの変えてるぞと。お前パンガーズの時に力入れてるんだって。いや、そんなことないですよって言ってた。まあでも結局同じ人が作ってるから似たようなものは、まあ似たようなものが生まれちゃう。別にそれはしょうがないです、うん、まあでもそのことは TTF もみんな周り一緒だもんね、うん、結局はもう今格闘技、日本の格闘技映像は吉田良二さんって方がもう一手で、ほぼ一手でもうやってるわけですよ。カリスマですよね、本当の意味で。いや、ある意味すごい、違う、そうですね、はい、隙間産業だ。いや、そんなこと言っちゃダメですよ。いや、隙間産業。今言ったのが隙間産業。今うちなんかあれだからね、あの分かったけど、うん、放送用のあの MA から全て吉田がやってるからね。はい、うん、あの制作の最後までやってる吉田。まあ本当、もう本当見た目汚らしい人なんですけど、まあ本当格闘技のことはあの人もすごい好きなんだなっていうのを感じますよね。一回、はい、あのゲスト呼ぼうと思ってたの。ああ、いいんじゃないですか。でもちょっと見せれないから、なんか、ま、お弁当とか食べた方がいいですよ。お前知ってるけど、吉田は短期だよ、本当に。知ってます、はい。ね、本当、はい、短期だよ。はい、もう、まっすぐなことしかダメだから、うん、ちょっとそれをずれたことすると、うん、もう、自分の中で許さないよ、一切。あと、意外とこう、なんか、すごいガー強いっすよね。そう。半端じゃない。うん、俺、何度もちょっと冷静になるってのは知ってます、あいつに。
まあでももうしょうがないです、人がいないから。選手に対しても強いんですか？まあそんなのないけど、でもやっぱこういう先入観みたいなのあるじゃないですか、それぞれ。やっぱそれをやってほしいっていうのはすごい感じますよね、はい。まあ、そこそこ乗ってあげるようにはしてますけど、僕も、はい、しょうがねえなと思いながら呼んで呼んでってきてますね、吉田さんって不潔なの。いやそんなことないですよ。そんなことないですよ、吉田さんは。本当にもう毎日のように映像を上げるので詰まってるよ、実際に。大変そうですね、大変だと思います。まあね、プライベートなこともそうですね、プライベートな、なるほどね、なんか質問ある、なんすか、あ、そうですか、これ、はいはいはい、すごいプライベートなんですけど、はい、趣味は何ですか？趣味は、もう本当にアニメを見ることですね。最近は見ますか？見ますね、でも、新しいアニメを見るというよりもアニマックスっていう、はい、CS のチャンネルがありまして、すごい前のやつから、うそうです、いろんなの ミックスされたやつで、はい、もうそれをただつけて一日中それですね、つけてるのは。帰ったらそれつけるみたいな。で、よほど見たい番組とかない限りはもうチャンネルはずっとそれですね。でも、はい、そうしたら何話とか選べないじゃないですか、はい、勝手に流れてくる。そうですね、でも全然、全然それで。それはさ、俺分かんない、そのアニメの話で何が好きなの、あなた。アニメの何が好きなの、うん、そう、なんじゃ、例えば初め人間ギャートズとかあるじゃん、何が好きなの。あ、はい、まあ、ありますけど、いくつか、まあありますけど、別に全体的に好きというか、あんまり最近のアニメよりもちょっと古いのが。だから最近っていうのはワンピースとかそういうことね。ワンピースとか僕好きじゃないですね、今はもう全然。じゃああれか、パーマンとかそういうこと。パーマンも好きじゃないかな。ちょっと違うんだろう、ちょっと違うんです。どっちかっていうと、まあ、少年ジャンプの昔のものとかが好きなのかな。なんかジョジョが好きって書いてある、ね、ジョジョも好きですけど、その最近のもんだろ。まあジョジョはでも昔からやってるものなんですよ、本当は。漫画自体はアニメ化したのが最近、新しくアニメ化され、アニメ化も何度もされてるものなので、はい、まあ、ジョジョの最近アニメ化されたのはすごいいい、しっかりしたものなんですけど、まあ本当語ると結構長い感じです。多分ね、僕ね、アニメ好きですってなんか商売にしてる人間よりも多分好きですよ、多分。まあでもその古いの時代違いだよね、俺は。そうなんですよ。で、今例えば今アニマックスでジャリンコチエとかやってるんですけど、わかります？まあ、全然わかるよ。だってめちゃめちゃ面白いんですよ、まあ、めちゃめちゃ。あとおじゃまんが山田くんとかやってない。おじゃまんが山田くんやってないですね。ど根性ガールやってますね。ああ、ど根性ガールね。はい。とやっぱそう、面白いのがいくつかあるんですよね。やっぱ。鬼面組はやってないね。鬼面組はやってないですね。宇宙船サジタリウスとか知ってますか？それも新しいだろう、ね。いや、結構古いですよ。僕がだって小学生の低学年の時のアニメですからね。80年後半ですから。そうすると、はい、もう、でもあれだな。そういうことか、はい、俺らの時代もアニメ、いや、いっぱいいいのがあるんですよね、うん、そういうのをやってて、そうそう、キリンが宇宙服着てるやつなんですよ。で、そんなことでやっぱりガンダムが一番好きなんだ。ガンダムも好きですけど、まあ、なんていうんですかね、固執はしてないですよね、うん。だからガンダムってもデータガンマとかそうなんだろう。そうです、ガンダムはやっぱり富野由悠季がやったガンダムが比較的好きですよね。ちゃんと大元の原作者が作ったガンダムなんですけど、はい。まあそうだよな、もともとガンダムはね、その前からいろいろと同じ作品、同じもの何作ってるっけ、はい、その作者。作者、いろいろダンバインとかいろいろ作ってますよ。だエルザイムとか作ってるし、はい、イデオンとか。あ、イデオンそうだな、はい、そうだな、映画見ましたかって来てますね。どの映画だろう。どの映画ですかね。ガンダムの映画は一応最近のものは見てますね。ああ、高橋留美子の漫画とかも好きですよ。ランマ2分の1とかすごい好きだったんですけど、はい。じゃあ何が一番好きとかないんですね。そうですね、うん、はい、もう全体的に全体に好き、全体的に、まあ、全部を網羅してるわけじゃないんですけど、はい、いくつか好きなのがあって、結構ちゃんとそれなりにそれぞれ詳しいみたいな、うん、メゾン一国大好きですねメゾン一国大好き、実家に全巻揃ってます。時代が違うな。俺もさっき言ったガンダムの映画って言ったら、はい、ファーストガンダムの3つの映画3つに、いや、もうあれとかもう何回も見てますね、ほんと。でしょ、あれとか、あれとか、そのファーストガンダムのやつとか、うん、僕 DVD 全巻持ってるにもかかわらず、うん、そのアニマックスでよく再放送されてるのを毎回見てますからね。へ、はい、いや、もうだって、いや、見れる、それで見て楽しめるぐらい面白いんですよ、うん、だってガンダムだって、はい、再放送に火ついてるんだからね、結局一
発目ダメで、うんうん、そうなんですか。そうだよ、うん、しょうもない話知ってますね。いやだってガン、いやもちろん僕も知ってますよ、もちろんその話は。だって俺らの時代ガンプラの時代だもん、みんな並んでガンプラをみんなが買ってた時代だからさ、うん、うん、そういうのがあるよ、うん、そんな、うん、感じですね、うん、はい。あとは何か質問ないんだっけ、はい、好きな食べ物は。好きな食べ物、まあもう自分結構もう試合前はもう毎夜、ままあ、夜は自炊なんですけど、うん、まあ、自分で作るものは結構何でも好きですね。だからもう、うん、よく減量とかで大変だねとか食事大変でしょって言われるんですけど、全然自分鶏肉とか野菜とか調理するのがすごい好きなので、うん、何でも好きです、はい、料理上手なんですか。上手とは思わない、あくまで男の料理のレベルなんですけど、うん、まあ好きというか、はい、よくだから僕彼女に作って食べさせてます。僕が作って食べさせるみたいな、彼女が食べてもらうみたいな。そう、はい、嬉しいですね。それラーメンとか食わない。ラーメンも食べますけど、でも基本は食べないですね。やっぱり、うん、食べないんだ。試合終わってからちょいちょい食べたりするぐらいで、うん、基本のもうその試合前の1、2ヶ月とかはもう食べないですね、はい。まあでも本当にお前もそうだけど、お前青木も余計なも食わないよな、本当に。そうですね、まあ、試合、まあ基本の生活、まあ、普段から普段そうですね、はい。青木なんかラーメンと動物嫌いだもんな、すごいよな、うんうん、そんな人間いないんじゃないかと思ったら、うん、やっぱ食べたくなるんですか、試合終わった後って。試合終わった後、ちょっとそうですね、今日とかちょっとまあちょいちょい食べてますけど、でもそこまで、うん、格闘家のいわゆる人たちがなんかいっぱい食べたぜみたいな、うん、感じのよく SNS とかで上げてるんですけど、そこまでは食べてないと思いますね、うん。まあ、それでもなんか彼女とかと一緒にいるとすごい、彼女からすると俺がいっぱい食べてるようには見えるみたいですけど、そんな僕は食べないですね、はい。今ちょっと何飲んでるんですか、2個飲んでるのが気になりますって来たんですけど、これはホットコーヒーとアイスコーヒーですね、はい。確かに気になりますね。何2つ飲み分けてんだよみたいな。はい、炭水化物あまり止まらないんですか。あ、僕そこそこ取りますね、そこまでそんなに減量区でもないので、炭水化物はちゃんと逆に取った方が僕はいいんじゃないかなと思ってる人なので、取りすぎは良くないですよ、でもある程度は取った方がいいと思ってます。すごい、この彼女いるんだががっかり感がすごいですね。あ、いやだって僕だって去年の4月にリング上にからプロポーズしてリング上に上げてますからね、はい。すごいですね。まあね、はい、何ですかその、いやいやいや、いろんなこと思い出すね。ああ、思い出す。お前が投げたマイクの件とかあったの、おじさんに。ああ、なぜて、それを最終的に彼女がどうしようっていう壊れたってあった。ああ、そんなのありましたか。まあまあいいや、まあいいや、はい、はい、じゃあちょっとここで CM 入ります。はい、ディープ72インパクトが5月16日後楽園ホールで開催されます。ディープジュエルズ8が5月31日新宿フェイスです。これ早割り言っていいですか。はいはい、今週金曜日金曜日ですね。ジュエルディープジュエルズ8の早割りが3月20、21、22に発売されます。この3日間は定価の2割引きで購入できます。詳しくはディープホームページをご覧ください。ということで、この前早割り72の早割りが終わりましたね。はい、どうでした。たくさんどうでしたかっていう感じは、まあもちろん好評っていうか、まあ嬉しいですよね、2割引きされるっていうのが。まあ結局どうしても今チケットの1枚の単価がみんな高い時代なんで、はい、やっぱり早く買った人が、うん、なんていうの、買えるっていうシステムで、はい、まあ、うん、よく僕らでもあるんだけど、安いチケットを作ることは全然難しくないんですよ、うん、結局じゃあ50枚100枚その席作る。でも今度またタイミング悪くて買い占めとか誰かがそれを買っちゃったら、もう最初から売りチケットが安いのがなくなったりするんで、まあ、そういう意味でも早割りで、うん、いうのは逆に安く買えますよっていう部分の中で、はい、まあ、そんな話はいいわね、実際。ぜひ、ティームホークメビでご覧ください。北田君と大塚選手、どう？そうですね、まあ、前回と似たような試合になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ポイントは、
まあ、北田はやる気満々だと思うんですけど、うん、大塚がどんな気持ちで、どれくらいの仕上げ方をしてくるのかなっていうところがポイントじゃないかなと思うんですよね。そうだね。まあ、大西さんから流れもあって、大塚的に、まあ、モチベーションは確実に北田だもんね。そうですね。でもまあ、それでもオッズをつけるんであれば、大塚有利だとは思いますよ。はい、普通に総合力から考えれば。はい、まあ、でもまあ、こう、やっぱり一発あるイメージは強いですよね。やっぱりまあ金から金ちゃんからあの形まで持ってったのは本当に驚きましたよね。やっぱこいつ試合強いんだなと思わせる内容だったんで、はい、なんでまああの顔合わせとしてはそんなにまあなんかこうパッてした感じはしないと思うんですけど、ただまあ内容はあのいい試合に、格闘技としてちゃんと競ったいい試合になるんじゃないかなとは思います。まあそうだね、はい、ヒリヒリした、はい、やっぱり大晦日が負けたわけだから、大塚はやっぱり防衛戦、やらなきゃいけないし、北田は逆に勝ったっていう中ではこういう流れかなっていうふうに思ったんで、そうだね、冷静ですね、分かりやすいと。北岡さんのイメージ変わったって言ってますね。ああ、本当ですか。どんなイメージだったんだろう。どんなイメージだったのかはちょっとまあわかんないですけどね。変わった、いい方にきっと見たくなりました。どんなところが好き。ああ、彼女とか、へえ、どうなの、これまあ人を段落して試合終わって、はい、でちょっと休むの。そうですね、ちょっと疲れが溜まってるので、しっかり抜くことが次に向けての大事なことなので、また温泉とか行くの。温泉、そうですね、あの来週末に大阪に行こうと思ってます。来週末大阪なんだ。はい、大阪へ行こうと思ってます。はい、あのUSJ とか行って、あと実家にもちょっと全然2年1年ぐらい帰ってなかったので、実家にも一晩だけ泊まりに行こうかと思っております。あと、そう、藤原大地っていたじゃないですか、わかります、元稲垣組、焼肉屋さんを開いたらしいので、ラーメン屋さんやってたじゃないですか、多分そのお金儲かってるから、それで焼肉屋さんも開いたらしいので、たまにやったらお前スポンサーしてくれよ、儲けたらみたいな、焼肉屋さんに開いたらしい、そこ行ってみようかなと思ってます。そんな感じですね、はい、あとはまだこれは 今体調ちょっと整えてるところなんで、体調整えたらなんですけど、来月ちょっとアメリカとかちょっともしかしたら、そうです、1週間ぐらい行くかもしれないかな、ちょっとあのある方にちょっとたまたま誘われたので、はい、かもしれないです、はい、はい、北岡選手の T シャツのサイズを教えてください。僕は最近は L ですね。昔は XL とかダボって着てたんですけど、最近はもう普通に L かなみたいな感じですね、北岡選手のディープでのタイトルマッチは、あ、まあ、次、まあ、僕試合するんであればタイトルマッチだと思ってますよ、はい。だからちょっと待ってよ、それ後で話しようやっぱもう緊張感がないのが嫌なんで、もうタイトルじゃないと嫌だなっていうのはあります。だから今それ言うねお前。じゃあ次行きましょうか、はい、はい、家からスノーピンクの服で来たんですか。あ、はい、これで来ましたよ、はい、全然、もうめちゃくちゃ目立ってますよね、はい、そうですね、ちょっとまあ、はい、まあ、全然自由人なんで大丈夫なんです。北岡選手が一番気になる選手は、気になる選手、ディープでってことですかね。いや、全体的にじゃん。全体的に。まあ、ていうか、君別に、自分が対戦するとかじゃなくても、この選手、いい選手だなとか思う選手とか。この選手、いい選手だなっていうの、うん、まあ、難しいですね。なんか、僕、いっぱいいい選手知ってるつもりなので、うん、こうなんかパッと一人って出ないですね。この大会でこの選手が良かったとかはあるんですけど、例えば、この間のディープの2月の大会だったら、石橋選手がすごい良かったですよね。本当なんかこう賢明さが伝わってくるというか、ああいう選手好きですね、はい、ああいう選手すごく判断難しかったですね、はい、ああいう選手にチャンスを上げてほしいですよね。いやいやいや、それもまた言いました、はい、もうその上げようと、まあいいや、それいい、はい、はい
うまく噛み合わないんだよ。はい、いや同じこと考えてても、だからか。そう。自分たちが思ってる時とタイミングがないってあるからね、実際は。ベストバウト欲しい。ベストバウト、まあ結構前、ある時期とか、まあ、いくつかになっちゃうんですけど、まあ、やっぱり思い出深い試合はあって、やっぱディープで一番思い出深いのはやっぱ最初に出た時の試合ですね。やっぱりあのモンテロ戦はすごい思い出深い試合ですね。まあね、あと事件が起きるっていうのは、でもまあなんですか、あれは本当に覚悟が変わったところかな。そうです、あれ、うん、僕あれでやっぱりあの、うん、この世界のトップに、うん、この、まあ、日本のこの業界のトップに立てるんじゃないかなと思った試合ですよね、うん、ちょっと自分の中で可能性を、まあ、アーミーが覚えてるよね、やっぱりあの29っていう大会はな、その中でいろんなことがあったやつだから、はい、北岡さんが感染するときマスクしてますが、変装ですか、風邪の予防ですか。そうです、風邪の予防、どちらかというと風邪の予防と、はい、あとはもうちょっとなんか顔がちょっと隠れてる方がちょっと落ち着くんですよ。へ、はい、ちょっと一時期ちょっとだけ有名になった時期がありましてでもなんか気づかれそうですよね、マスクしてても、逆にね、はい、逆にトレードマークみたいになって、はい、それはあるんですけど、でもそれでも一応まあ落ち着くんで、一時期夏場だとサングラスとかしてた時期もあるんですけど、やっぱりマスクの方がやっぱり落ち着くなって結論に達してマスクにした。サングラスちょっと怖いですね。そうですね、誤解されちゃうんで、はい、また誤解されます。北岡選手の年収は出て、これ答えてくれるじゃん。年収、そうですね、やめてくれ、そうですね、やめてくれ、本当にあのバイトもやめてくれ、本当に普通のサラリーマンの方、やめろ、本当に、余計大きいぞ、以上ぐらい、まあ、はい、余計大きいぞ、はい、じゃあちょっと、普通の質問しますか、奈良と東京の住み心地の違いは何ですか。そうです、奈良に住んでたのが、もう18までなので、もうちょっと奈良のことがどんどんこう忘却のカナダにこう行っちゃってて、どんどん忘れ去ってくる。もう全然自分の中でもう自分は東京の人っていう感覚なんで、奈良にこういる、たまに帰、年に1回帰るかどうかぐらいなんですけど、うん、帰るとこう違和感を感じるんですよ。ここは俺の居場所じゃないみたいな感覚がして、あのすぐ戻りたくなりますね、東京に、はい、一番ホテルが少ない気がしね。そうなんですか。じゃあ大変ですね、行ったら。そうそう、あんなに観光客が多いのにホテルが少ないって言って、全然なまってませんよね。そうなんですよ、もうだから上京してすぐぐらいになまりがどんどん消えていきましたね。敬語ばっかなの、あの18で来て名誉の人ばっかりだから敬語ばっかで、それですぐなまりがなくなっちゃいましたね。なまってたの、うん、ちょっとなまってましたけど、うん、はい、もうすぐなくなりました。北岡さんの第二の故郷は、第二の故郷、第二の故郷、第二の故郷ってなんだよ。はい、セコンドやってみたい選手はいますか。セコンドをやってみたい。いや、何なんだ俺、セコンド何者なんだと思って。でもセコンド、まあセコンドの腕まあまああると思いますよ。はい、すごい質問めちゃくちゃ来てるんですけど、まあ、セコンドでもやっぱり目上がつかないとダメだよな。はい、目上がつかないと。そうですね、うん、タオル投げれないしな、うんうん、まあまあセコンドの腕は本当にあるんじゃないかなと思ってますけど、はい、青木なんかわざと言うてやるもんな。え、なんですか。試合中に、いやこれだとブレイクできないからとか言うてきたもんな、昔な。へえ、ややこしい、ややこしい、長い、うん、ちょっとなんか読まない方がいいのがありますね。北岡さん選手に格闘技教わりたいんですけど、あ、ぜひそのロータス世田谷に来ていただけたら、週1やってますので。読まない方がいいのがありますね。どこにあるんですか。あの京王線の千歳から烏山駅っていうのがありまして、うん、明大前過ぎて桜上水過ぎてっていうところがありまして、そこからちょっと北の方に、うん、あの辺環境どうなの。環境は、環境はすごい住みやすい町ですね、はい、まあ、普通の住みやすい町で、まあ、僕もその駅から 2,3 分とかに住んでるんですけど、ちょうどジムとの間ぐらいに住んでて、はい、
もうエリアによって環境変わるもんなんですよ、なんか自分で。そうですね、はい、まあ、でも僕はもう本当自分だらしない人間なんで、うん、もうあとにかくジムのそば住んで、うん、すぐ練習場所行けるようにして、まあね、でも実際そうだと遠いってやっぱり大変だよな。そうですね、まあ、うん、もちろん出稽古もするんで、うん、そういう時に行く時は遠いんですけど、まあ、近いところがあるからこそ我慢できるというか、うん、そういう状態にしないとすっきりしないんで、うん、はい。2015年、総合はブレイクしますかね。総合はブレイクしますか。まあ、それもまたいろんな問題は、まあ、わかんないですけど、まあ、あの最初この間いらっしゃってなかったですけど、すごいやっぱ盛り上がってましたよ、残念ながら。あのパンクラス、いやいや盛り上がって、それはだって、まあ、そういう話だったらいいカード、お前が出てるからだよって話ですかね。いやいや、もうだってカラクリ分かってるもん、全部。あ、うん、まあ、まあ、とはいえ、じゃなくて、うん、でも、いや、もちろんいいの分かるけど、うん、はい、じゃああれが12試合できれば絶対埋まんないから、12試合。あ、はい、いや、じゃなくて、まあ、ここに関係も熱気があったんですよ、この間。それは、じゃあそれが一般の人が勝ってるとまた違うから、うん、あ、はい、そこがまた難しいんだよ。はい、いや、じゃなくて、まあ、とりあえず熱気、なんかなんですかね、僕的には、あの雰囲気っていうのはなんか聞くのとやった時にやっぱ後楽満パンパンだったじゃないですか。あれに近い雰囲気だったんですよ。だからもちろんそのやつも残ってる。だからやっぱり最終的な話を言うと、やっぱり本当のこと言うと10試合ぐらいで埋まるような感じで、それはまあ不可能されちゃう、実際そこら。だから現実的に言うと、やっぱりもうちょっとやっぱりあのメディアだったりが、もう何て言うの、番組だったりとか、うん、いろんなのが格闘家を使ったりとか、いろんなことを、うん、まあでもね、大丈夫、うん、あの、はい、施策がありますので、うん、まあ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 、いいや、知らない人がやっぱり多いんで、はい、高いんです、嫌いな選手はいますか。嫌いな選手いますよ、はい、でも言いませんけどね、はい、一番セコンド上手い人は誰だと思いますか。一番前、まあなんだかんだ言って、僕ついてもらった安見康平ってやっぱすごい腕がある人だと思いますよ。だからこそ、まあ僕も仲良くずっとやっているわけなんで、まあ、それだけじゃないんですけど、そう、やっぱ安見康平って腕があると思うんですけど、はい、でもあるよね、難しいのさ、セコンドってさ、絶対負けてると思ってるのに勝ってると思ってるようなシーンってあるよな、実際。ああ、あります、あります、はい、うん、そういう、まあ冷静じゃない時はありますよね、やっぱり判断狂う時とかは。格闘技をやられてて涙した場面はありますか。あ、こっちの質問ですね、はい、そうですね、結構たくさんありますよ、はい、まあ、リングやケージの中で涙したことはないんですけど、うん、はい、まあ、まあまあいろいろ長くやってるので、悲しかったり嬉しかったりいろいろありますね、うん、例えば、うん、いや、それは勝ったり負けたりでさ、うん、試合終わった後に控え室で多分いろんなことがあるんだと思うんだけど、でも嬉しくて泣いたことはないですね。うん、嬉しくて、嬉しくて泣いたことないですね。悔しくて、うん、泣いたことはありますけど、でもまあなんだろう、うん、まあでもここ数年泣いた記憶はないな、うん、そうだね、俺もなるべく控え室はドリームのプライベート試合も行かないようにしてたもんな、最初に、うん、やっぱまあそこは邪魔するところじゃないし、うん、ちゃんと佐伯さん気使ってくれてますよね、はい、うん、なんかやっぱりいろんな人多いとこも多いしね、やっぱり実際な人が、うん、最近代表いつ涙しましたか涙したの、まあ、テレビとか見てたらやっぱりたまにするよね佐伯さんテレビ見て涙するんですか、うん、するよ、やっぱりそれは、うん、何見てるんですか。いやいや、そのドキュメンタリーだったりとかさ、いろいろ見るとやっぱりね、じんとするものあるし、たまにしますよ。この間の試合でも力をもらいましたよって。もうあと3分ぐらいなんですね。うん、なんか CM の CM もう今一度。今一度。ディープ72インパクトが5月16日後楽園ホールで開催されます。あれジュエルズがありました。ディープジュエルズ8が、5月31日に新宿フェイスで行われます、はい、今日カード発表しましたんで、これもうネットにカードが全部出てます。はい、はい、そして早割が3月20、21、22に発売されますので、詳しくはディープホームページをご覧ください。あと何秒？あと1
分ぐらいですね、うん、はい、なんかいかがでしたか、抱負だったり人なんか、うん、あ、僕ですか、まあ、まあ特にないですね。まあ、次また次は次はディープに出たいと思ってんで、この後まあ佐伯さんとあの飯食いながらあの決まります話が。はい、まあ、はい、ありがとうございます。毎週水曜日22時からディープ&ディープジュエルズニコニコ生ライブ放送してるので、また来週も見てください。あ、来週はどう、あ、来週ないですか、来週ですね。そうだ、ちょっと9時か1時か早いかもしれない、ちょっと事情があって。で、誰がゲストなんですか、来週は。まだ決まってないから。まあ今ユーマを呼ぼうと思ってるんで、その人18歳未満だからダメなの。だからちょっと早くするかも。今放送中。